天皇寺の戦いは、石山合戦の一環として天正4年5月7日に、摂津天皇寺で行われた、織田信長と一向一期との戦いである。天皇寺取りでの戦いとも言う。元気元年9月、石山本願寺の門跡、県女は織田信長との対決を決意した。石山合戦の始まりである。本願寺と、織田軍は一進一退を繰り返したが、県女の義兄。 武田信玄の病死や浅井長政、浅倉義景、長島一行一揆滅亡などで次第に追い詰められていった。そんな中、天正四年二月、足利義明の呼びかけに応じて、毛利輝元が、信長法医網の一翼に参加し、本願寺に兵糧などの援助を始めた。これが権女を強気にして、機内の信徒に動員令を出して五万の兵力をかき集めた。 このため、諸々の事情から停滞していた、本願寺とだけの戦闘が再燃することとなった。信長は、本願寺の挙兵に危機感を強め、佐久間信盛明智光秀、花輪直政、細川藤高、筒井順慶、中川清秀、高山右近、荒木村主らを、摂津方面に出兵させた。この時、信長が、光秀、 藤高宛に送った書状が現存している。その表の麦ことごとく提捨て候なり、なおもて油断なく申しつくべきこと潜一にこう。思考して、月を明けそうらわば、大阪老城公男女のことは、そうめんずべき、交換、早々やまかでずべきの胸、口々にて札しかるべくこう。防水いかようにも立ち校舎をば、斜面すべからずこう。 その意をなすべく僧侶をなり、本願寺周辺の麦をなぎ、捨てよ、油断のないようにせよというほか、一般の信徒の男女は斜面するので城を出るべきである、という盾札を立てよ、という点が、これまでの長島一向一期、越前一向一期への対応とは全く異なる。ただし指導者である坊主は、許すなと命じている。4月14日、信長は、荒木村重には、 天が崎から会場を通って、北野野田に3カ所、明智光秀、細川藤田からは、南東の森口、森河内の2カ所に、花輪直政は、南の天皇寺に1カ所それぞれ砦出を築かせ、本願寺の包囲を強めようとした。一方、本願寺川は、牢の岸、木津の2カ所に、砦出があり、南波方面への水路を確保していた。 信長はこれを断つため、傷取りを攻撃することを決め、天皇寺取りに、佐久間信盛の嫡男、佐久間信枝と光秀を入れ置いた。5月3日、早朝、織田軍は、傷に攻撃をかける。陣立ては、先人が、三好安永、根郎州、泉州、二番手が、花輪直政、山和州、山城州である。しかし、老の騎士取りから本願寺勢。 1> 約一万が撃って出てきて、小田軍を包囲しつつ数千丁の鉄砲で銃撃を加えた。直政の軍勢が、この攻撃を引き受けて、数国の間戦ったが敵に囲まれ、直政は、一族の花輪安弘、花輪小七郎や、三浦無衛門、庭小四郎らと共に、内地に安長は逃亡して軍は崩壊した。本願寺勢は勢いに乗じて、天皇寺取り出を放攻撃。 窮地に陥った、光秀信で、信らは、京都に滞在していた信長に援軍を要請した。これを聞いた信長は諸国に動員令を出し、5日に100人の兵を率いて、河内和会城に入った。しかし突然の命令だったため、兵力が集まらなかった。この時のことは次のように記されている。5月5日、小詰めとして、お馬を出だされ、床扉の下て わずか百騎ばかりに手は買いに至って、ご三人。次日御頭竜あって、先手の様子をも聞かせられ、御人数を揃えられ、こうといえども、にわか、剣のことに、交官、相調べはず、下下の者、人足以下なかなか相続かず、首ばかり、着人口、信長後期6日、信長は、軍勢への到着を待ったが、突然の出陣だったためあまり兵力が集まらなかった。 天皇寺砦からは、あと3、5日さえ持ちこたえるのは、難しいとたびたび知らせてきたため、信長はこのまま眼前で味方を攻め殺させて、面目を失っては無念と考え、わずかな手勢で、本願寺勢を強襲することを決定。翌日の7日、信長は3000ほどの兵で、本願寺勢1万5000に突撃した。陣立ては三段で、先人は、佐久間信盛、松永久秀、 細川藤高、若い重、二番手は、滝川和松、八谷頼高、橋場秀吉、庭長秀、稲葉一徹ら、三番手は、信長の馬回りで、信長自身は、先手の足軽に混じって、指揮を取った。なおこの時、信長は、荒木村重に先陣を任せようとしたが、村重は、傷方面の守備を引き受けると言って断った。後に、荒木村重が裏切った時、 信長は、荒木に先陣をさせなくてよかったと改装したという。本願寺勢は、鉄砲で防戦したが、織田軍はこれに突っ込んで敵陣を切り崩し、天皇寺砦での守備隊と合流した。この際、信長は敵の鉄砲を足に受けて、軽傷を負った。合流されたとはいえ、本願寺勢は退却せず、陣形を立て直しつつあった。信長はそこへ再度攻撃をかけることを決める。 家老たちは大勢に武勢であるとして止めたが、信長は、今度間近く寄り合い飛行時、天のあたうるところの湯と言い放ち、人形を二段に立て直して突撃。本願寺勢を激破し、さらに、これを石山本願寺の木戸口まで追撃し、2700余りの敵を打ち取った。こうして、織田軍の勝利で天皇寺取りでの戦いは終結した。信長は、 大阪の十カ所に付け城を作るよう命じ、佐久間信盛、信英府市と松永久秀らを天皇寺取りに入れると、6月5日に和解城に帰還した。この戦いで勝利した織田軍は、摂津方面での陸戦での優位を確立した。以後、本願寺軍は、撃って出ようとはせず、牢城戦に持ち込んだのである。一時は、第一次木津川口の戦いで、毛利水軍が、 小田水軍に勝利して戦況が逆転しかけたこともあったが、天皇寺取りでの戦いで損害を受けた、本願寺軍は二度と陸戦に出ようとはせず、毛利水軍もやがて第二次木津川口の戦いで、小田水軍に敗れて壊滅し、本願寺勢力の孤立化が決定的となることになる。また、この戦いでは、戦術のように本願寺攻撃の主将格であった、花輪直政が戦死し、 直政の一族老党は、信長の追求を受けて没落した。そして、佐久間信盛がその後任となって、対本願寺戦を指揮し、機内において、小高中最大規模の兵力を統率することになった。しかし、その佐久間信盛も、天正8年の本願寺の退去による、石山合戦終結まではその地位にあったものの、対本願寺戦において、 非積極的であったと信長に石棺状を突きつけられ、失脚した。代わって、信長の実質的本拠地たる機内で、大軍団を率いることになったのが、この戦いで、信長が率先して救助した、明智光秀であった。大阪兵イコール、石山本願寺。谷口勝弘、信長と消えた家臣たち、失脚、粛清、無本マイナス中央公論新社、2007年。 ありがとうございます。